はい、お疲れ様です、ナミさん。運を良くする方法ね。やっぱ運の存在って誰もが認めるものだと思うんですよね。でも、運を良くするためにこういう風にしてます、ああいう風にしてますっていうと、途端にですね、そんな非科学的な方法が、とかね、運っていうのは不確定要素でしょみたいな感じで、なんかね、肯定してるような否定してるような考えになっちゃうんですよね。まあけど、そもそも、運をつけるとかね、運を良くする方法って、非科学的なんですよ。そういう側面は多いと思います。だって運なんで。科学的に運を良くすることが本当にね、できれば、大学でも運を良くする講座っていうのがね、できると思いますけどもね、そんな日も来るかもしれないですよね。でもなんとなくほら、自分なりに弦を担ぐというかね、運が良くなりそうなことってありますよね。だからそういうのをいっぱい集めて、試してみるっていうのはとってもいいことだと思います。今回、運を良くする4つの方法、ナミさんが紹介してくださいましたけども、ああ、なるほどね、と、そういうふうに考えてる人もいるんだなと。自分はこういうふうなのが、自分は、なりに運を良くする方法かなって思ったりとかね。なんか、美味しいものを食べると運が良くなるとかね。人にいいことすると運が良くなるとかね。様々ありますけども、そうですね、やっぱり運がいい人と付き合うっていうのは大事かもしれないですよね。で、運の悪い人と付き合うと、その悪い運に巻き込まれちゃうんで、運のいい人と付き合うと。で、運がいい人かどうかっていうのを見分ける方法簡単で、あなた運がいいですかって聞くといいらしいんですよ。いや、私は運がいいですよって答えたら、それは運がいい人。いや、なかなかついてなくてねって言うと、運が悪い人。こうやって付き合う人を変えていけばいいのかなと思いますよね。なんかね、運についてはいろいろと私も話すことがあるんですけども、この地球上に命を生まれ落ちた時点で、だいたい天から命が降ってくるとしたら、だいたい7割ぐらいは海にポチャンとするわけじゃないですか。その時点で、私たちは地上にいるんで運が良かったかなと思いますし、その地上でもね、貧困とか戦争とか飢餓に苦しんでるところに落ちちゃうと、これはまたね、運が悪いなと思いますんで、まあそこそこね、文明社会であって、なんか法整備がちゃんとあって、治安が良くて、なんか選択肢がきちんと整えられている。まあそんな民主的な国、日本にたまたま生まれたっていうのは運が良かったなと思います。でも、この日本に生まれても時代が時代、例えば80年前だったらどうですかね。戦時下ですよ。運がいいとはなかなか言えないですね。私なんてのはね、一発で徴兵されてると思いますけども、徴兵されたらね、どっかわけのわかんないところに連れてかれて、そのまんま、戦死ということで、骨も戻ってこないみたいなことになるかもしれませんしね。そうなるとこれも運が悪いなと思いますんで、この昭和の中期から後期に生まれて、で、いろいろとね、ありましたけども、高度経済成長期の波に乗れて、で、自分自身は社会にいた時はロスジェネになりましたけども、それでもなんとかね、インターネットってものによって救われて、なんか運が良かったんじゃないかなと思いますんで、私はね、自分のことを運がいい人間だと思いますね。それこそ、実力はほとんどない。でも運が良かったというふうに言いたいかと思います。運は自分の力で切り開くものだっていう言葉もありますけども、でも自分の力でどうにもならないぐらい、運が良かったり悪かったりっていうこともありますんでね、それも組み入れながらこれからの人生を考えていきたいと思います。私は今のところね、運が良かったなと思いますけどもね、こうやって今日もナミさんに動画を送れるところを考えても、運が良かったなと思いますよ。それではまた次回よろしくお願いします。ナミさんの運が良かった方法、運を良くする方法、またね、これからも引き続き教えていただければと思いますけども、いかがでしょうか。それでは。